こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画は、全国各地で進められている鉄道の高架化、地下化事業についてだ。開かずの踏切の解消のために、高架化や地下化が進められているというのは、最近よく聞くわね。高架化や地下化によって改善されるのは、決して開かずの踏切だけじゃないぜ。高架化や地下化によって何がどう変わるのか早速見ていこう。それではゆっくりしていってねー。まず最初は、大阪府の阪急淡路駅付近だ。淡路駅は、大阪府の大阪市東淀川区にある阪急京都線と千里線の駅で、天神橋筋6丁目から北千里までの千里線と、大阪梅田から京都河原町までの京都線とが、交差する駅となっている。二つの路線が交差している駅なんてとても忙しそうね。そうだぜ、昼間でも、京都線は特急、準急、普通がそれぞれ上下10分に1本ずつ、千里線も上下ともに10分に1本の電車が来るんだ。昼間の時間帯でも京都線、千里線、上下合わせて48本もの電車が発着する。かなり本数が多いんだね。各路線の本数が多いのに加えて、淡路駅は2つの路線が平面で交差しているから、淡路駅の手前で、頻繁に電車が信号待ちをしなければならないことになっているんだ。周辺の踏切は当然かなり長時間閉まってしまうことになってしまっている。信号待ちの時間が長いと電車にとっても時間ロスよね。そうなんだ。だから、大阪市が事業主体となって、阪急淡路駅を中心とした。阪急京都線の 3.3km と千里線の 3.8km の合計 7.1km の区間を、高架化する事業が進められているんだ。結構長い区間だね。そうなんだ。この高架化で、17個の踏切がなくなる予定だ。街の車の流れはスムーズになるだろうし、踏切事故もかなり減らすことができるね。淡路駅だけじゃなくて、千里線の両隣の駅の国島駅と下新城駅、そして、京都線の総前寺駅も同時に高架駅になる予定だぜ。高架化後の淡路駅は4階建てで、3階は、千里線の北千里方面と京都線の京都河原町方面のホーム。4階は、千里線の天神橋筋6丁目方面と京都線の大阪梅田方面のホームとなって、電車が方向別にそれぞれ違う階の高架を走るという2層構造の高架線になるんだ。これによって、淡路駅手前での信号待ちもしなくてよくなる。2階建ての高架線なんてすごいなぁ。なんか高架線っていうよりも、とても大きな建物って感じね。高架化後の淡路駅の上階のホームは、高さ30メートルにもなるんだ。これはマンションの10階と同じくらいの高さになるんだぜ。めちゃくちゃ高い。高架が2層構造になる淡路駅付近だけじゃなくて、隣の下新城駅付近では、東海道新幹線の高架の上を越えるため、下新城駅も25メートルというかなり高い高架駅となる予定だ。新幹線の上を越えるなんてすごいな。建設中の高架があまりにも巨大なことから、淡路要塞なんて呼ばれたりもしているんだ。これは確かに要塞って感じかも。さらに、淡路駅付近の JR 大阪東線や道路と交差するところには、すでにこんなに大きな2層構造のトラス橋もかけられているんだ。これはすごいインパクトだわ。こんなに高い高架を走る電車から街の景色を見渡すことができるなんて、とても気持ちいいだろうね。この阪急淡路駅周辺の高架化は、2027年度末に完了する予定だぜ。ここを電車が通るのが待ち遠しいわね。阪急淡路駅と同じように、2層構造の高架駅への切り替えが行われているのが、名鉄の知友駅だ。名鉄ってことは、今度は愛知県かな。そうだぜ、知友駅は、愛知県知友市の代表駅となっていて、名鉄名古屋本線と三河線との接続駅となっている。この駅も2つの路線の接続駅か。この知友駅周辺では、開かずの踏切による慢性的な渋滞が発生しているのに加えて、線路によって市街地が分断されていて、線路を越えての移動が不便になっている。だから、高齢者や障害者を対象に、駅の中を通って移動できるように、入場券の費用を知友市が補助する制度も受けているほどなんだ。それは市内の移動がかなり不便になってしまってるわね。また、知友駅は全ての種別の電車が停車する重要な駅でありながら、待機線がなくて緩急接続ができなかったり、名古屋本線と三河線との乗り換えに階段を使わないといけないなど、バリアフリーという面でとても乗り換えが不便だったりと、名鉄も知友駅を改良する必要があると考えていたそうなんだ。そこで、愛知県を事業主体として、知友駅付近の線路を高架化することにしたんだ。新しい高架駅は、2階に名古屋本線ホーム、3階に三河線ホームの2層構造となっていて、それぞれ2面4線の合わせて4面8線という、今と比べてとても大きな駅になる予定で、これまで知友駅でできなかった緩急接続ができるようになる予定だ。高架化して駅も大きくなれば、分断されていた街を一体化することができるし、乗り換えがしやすくなって鉄道も便利になるし、いいことずくめな感じね。2023年の3月には名古屋本線の豊橋方面がいち早く新しい高架線に切り替えられた。名古屋本線の名古屋方面と三河線も今後順次高架線に切り替えられ、高架化の完了は2028年の予定だぜ。
次は、東武の東京スカイツリー駅だ。東京スカイツリー駅は、名前の通り東京スカイツリーの最寄り駅だよね。そうだぜ、東京都墨田区にある東武伊勢崎線の駅で、東京スカイツリーの最寄り駅というよりも直結って感じだな。東京スカイツリー駅も高架化か地下化されるの？そうなんだ。墨田区は、東京スカイツリー駅付近の 0.9km を高架化する事業を進めているぜ。これによって踏切が撤去され、現在踏切によって慢性的な渋滞が発生している。桜橋通りの渋滞の緩和と、踏切事故の減少などが期待されるぜ。また、この地域も線路によって街が分断されている状態になっていて、東武伊勢崎線の北と南の行き来が不便になっているんだが、高架化によって南北の行き来がしやすくなるという効果もあるんだ。さらに、東武伊勢崎線の高架化と同時に新しく道路やロータリーが整備されたり、街の再開発も行われる予定だ。鉄道の高架化とともに、より住みよい街に生まれ変わるんだね。東京スカイツリー駅は、2022年11月に浅草方面の線路が、一足先に新しい高架線に移設されて、ホームも新しい高架ホームになった。現時点では、浅草方面が高架の新ホーム、北千住方面は旧ホームとなっているんだ。今はちょっとややこしいことになっているんだね。北千住方面の線路ももうすぐ新しい高架線に切り替わって、2024年度中には高架化が完了する予定だぜ。もうすぐ完成ね。東部では、他にも埼玉県春日部市の春日部駅付近も高架化される予定だ。春日部といえばやっぱりクレヨンしんちゃんよね。そうだな。そんなクレヨンしんちゃんでおなじみの春日部市の中心駅である東武春日部駅は、伊勢崎線との打線の接続駅で、特急も停車するとても重要な駅となっている。しかし、春日部駅から北に200メートルのところにある伊勢崎線第124号踏切は、地元では大踏切と呼ばれていて、1時間あたり57分も閉まっている時間もあるという、全国有数の開かずの踏切となっているんだ。57分も？1時間でたった3分しか開かないなんて、もう基本的に通れないと思った方がいいような気がするわ。そして、やはりここも線路によって市街地が分断されてしまっていて、線路を越えての移動が不便になっているんだ。自由駅の例と同じように、春日部市でも春日部駅の中を通って移動ができるように、高齢者や障害者を対象に入場券の購入費用を補助する制度がある。やはりここでも線路を越えるのが不便になってしまっているんだね。それを解決するのはやっぱり高架化ってわけだね。そうだぜ。東武鉄道も1日に6万人以上が利用する春日部駅の利便性を高めようと、現在3面5線のところを高架化後は4面8線にする予定だ。市内の移動が便利になるし、駅は広くなるし、みんな大喜びだね。春日部駅の高架化は2031年に完了予定だぜ。開かずの踏切の解消などのために、地平を走っている路線の高架化がいろいろな路線で進められているというのは、とてもよくわかったんだけど、踏切をなくすならトンネルを掘って地下を通すというパターンもあるよね。そうだな、例えば、相鉄本線の鶴ヶ峰駅だ。横浜だよね。そうだぜ、横浜市旭区にある相鉄本線の鶴ヶ峰駅付近には、1時間あたり40分も閉まっている開かずの踏切があって、道路の混雑の原因になっている。そのため、横浜市が事業主体となって鶴ヶ峰駅付近の 2.1km の区間を、地下化する予定で、2022年に着工した。2033年の地下化完了を目指して工事が進められていて、鶴ヶ峰駅は地下3階になる予定だ。開かずの踏切は解消されるのかな？地下化によって踏切は10個撤去される予定だ。これまたかなりの数ね、渋滞や事故がなくなるといいな。続いては、大阪府の南海電鉄だ。現在、大阪府高石市内の南海高篠浜線は、大阪府によって高架化工事が行われている。高篠浜線は、南海本線の羽衣駅から高篠浜駅までの、距離がたったの 1.4km で普通車のみが運転されている路線なんだが、この高篠浜線の高架化はちょっと異例なんだぜ。異例？そうなんだ。線路高架化や地下化をするときは、隣に仮の線路を作って、その線路で営業運転を行いながら工事を進めていくのが普通だが、この高篠浜線は、高架化工事が行われる2021年から2024年までの約3年間、運転が全面的に休止され、現在はバスによる代行輸送となっているんだ。ということは、高架化の工事中は電車は一切運転されないってことだよね？そうだぜ。不便じゃないの？高篠浜線の場合は休止した方が都合が良かったようだ。高篠浜線は、線路脇に仮の線路を敷いたり工事用の車両を入れたりするスペースが、なくて、周辺の道路も狭いから営業運転を行いながら工事を行うのが、どうしても難しかったようなんだ。それに、全面的に運転を休止して高架化工事を行うことによって、工期を5年から3年に短縮することができた。だから、工事中は代行バスでの運転とするというのが一番効率が良かったそうだぜ。
へえ、まあ、距離が短くて特急が走るような本線でもなかったから、運転を休止しての工事ができたことって感じね。羽衣駅から高篠浜駅までは、高篠浜線の電車で約3分だったところを、代行バスでは15分もかかってしまうんだが、代行バスの羽衣駅の乗り場は、南海羽衣駅の改札内にあって、運賃は南海電車の運賃がそのまま適用される。本数も運休前の高篠浜線の本数と同じ本数の便が出されていて、ラッシュ時間帯には、できるだけ鉄道と同じ輸送能力を確保するため、1時間あたり15本ものバスが運転されているんだ。できるだけ不便にならないように考慮してくれているんだね。南海では現在、南海本線の浜寺公園駅から諏訪の森駅付近も高架化の最中だ。南海本線のこの区間は、幹線道路と交差する踏切が多くて、電車の本数もかなり多いことから、交通渋滞の原因となっていて、その渋滞を避けるために、多くの自動車が狭い生活道路に入ってくる原因にもなっている。事故の原因にもなるわね。そのため、高架化が進められていて、13箇所の踏切が撤去される予定だ。その一方で高架化によって姿を消してしまう光景もある。高架化によって、浜寺公園駅と諏訪の森駅も高架駅となるんだが、浜寺公園駅は、もともと1907年に建設された、とても歴史のある駅舎が使われていて、この駅舎は、日本最古の私鉄の現役駅舎とされていたんだ。とてもおしゃれな駅舎ね。ただ、この駅舎は高架化によって取り壊される可能性が出てきてしまったんだ。こんなに綺麗で歴史のある駅舎を取り壊してしまうなんて悲しいわ。しかし、結果としてこの駅舎は取り壊されずに残されることになったぜ。よかった。駅舎としての役目は2016年に終えたんだが、引き屋によって移動させられ、現在旧駅舎は、ギャラリーやカフェとして活用されているんだ。歴史のある駅舎だから、高架化された後も愛されてほしいわ。現在高架化や地下化が進められているのは、やっぱり首都圏や関西圏などの大都市が多い感じだね。そうだな、しかし、大都市圏だけじゃないぜ。地方都市でも踏切による渋滞や地平を走っている路線によって、市街地が分断されていることが問題になっているところがあるんだ。例えば愛媛県の松山市では、そのような問題を解消しようと、松山駅付近の JR 予算線の線路を高架化する工事が進められているんだ。確かに、松山は四国の中ではかなり大きな町だよね。そうなんだ、松山市は人口が約50万人で、四国で最も人口が多い市となっている。そんな松山市の玄関口となっている松山駅では、現在2024年度の完成を目指して高架化が進められているんだ。もう少しで完成ね。松山駅に併設されていた車両基地や貨物駅は、伊予市の北伊予駅付近に移転して、駅前広場や幹線道路の整備や路面電車の延伸も行われる予定だ。街がどんどん便利になるわね。富山県では、北陸新幹線の開業に合わせて、富山駅の高架化を進めているんだ。JR と、愛の風富山鉄道の富山駅はすでに高架化が完了していて、これによって富山駅の北と南との行き来が非常に便利になって、路面電車も富山駅北口の方に発着していた富山港線と、南口の方に発着していた富山軌道線が富山駅の高架下で繋がったんだ。本当に街が一体化されたって感じがするわね。そして、今も地平を走っている富山地方鉄道の電鉄富山駅も、高架化工事が行われている最中だ。2026年の完了を目指しているぜ。新幹線ができて、路面電車も便利になって、鉄道も高架になって渋滞が解消されれば、遠距離移動も市内の移動もとても便利になる気がするよ。富山は今後、ますます住みよい街になっていくだろうね。北の大地、北海道でも鉄道の高架化が計画されている都市がある。まだ着工はしていなくて調査の段階なんだが、北海道釧路市では、釧路駅周辺の JR の線路を高架化して、踏切の解消と、南北の市街地の一体化を図ろうという計画がなされている。やっぱり高架化するメリットはその二つなんだね。そうだな。また、釧路駅の高架化と同時に、新しく道路やバスターミナルを整備する計画だぜ。駅の利用者の利便性もアップするわね。地方の都市は、鉄道の高架化とともに街を発展させていこうっていう感じがするわ。そうだな、より住みよい街にしていくことが都市の発展にもつながるだろうからな。ということで、今回の動画は以上だぜ。このチャンネルでは、鉄道に関するちょっとした情報をまとめているぜ。少しでも面白いと思ってくれたら、チャンネル登録をお願いね。グッドボタンも、ポチッと押してもらえると嬉しいな。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。最近北陸新幹線の敦賀延伸や宇都宮ライトレール開業とか、新しい鉄道路線の開業に関する話題が多いけど、計画されたけど実現できなかった鉄道建設計画ってあるのかな？いい質問だね。
実は計画されたけど開業まで至らなかった路線って結構あるんだ。それじゃあ、今回は幻に終わってしまった新線計画を10個紹介していこうと思うぜ。それじゃあ最後まで、ゆっくり見ていってね。まず最初に紹介するのは弾丸列車計画だぜ。弾丸ってなんか物騒だね。どんな新線計画だったのかな？弾丸列車計画は戦前の昭和初期に立案された東京と下関を結ぶ高速鉄道計画で、将来的には対馬海峡に朝鮮半島までトンネルを掘って、当時の満州まで路線を伸ばし東京から直通列車を走らせる構想もあったんだぜ。なぜこの計画が弾丸列車計画って呼ばれていたのかというと、当時スピードの速い乗り物が少なくて、イメージしやすかったのが鉄砲の弾丸だったからなんだ。だから弾丸列車計画って呼ばれていたんだね。東京から朝鮮半島まで直通列車走らせるってかなりロマンの詰まった計画だけど、なんでこういう構想が上がってきたのかな？それは日本国内から朝鮮半島に向けた旅客貨物輸送の需要が増大していて、東海道本線と山陽本線の輸送力が逼迫していたからだぜ。だから輸送力を増強するために、東京から下関までの新線を建設する構想が上がったんだ。1940年には帝国議会でこの弾丸列車計画が承認され、1954年開通に向けて工事が始まったぜ。だけど、この弾丸列車計画が実現することはなかったんだ。建設工事を始めたのに？もしかして、太平洋戦争の影響で工事が中断したのかな？その通りだぜ。太平洋戦争の戦局が悪化して建設どころじゃなくなって、1943年に一部を除いて工事が中断になってしまったんだ。まあ、状況的に仕方がないよね。途中まで工事が進んでいたと思うからもったいないなと感じるけど。大丈夫、その点は心配いらないぜ。静岡にある新仁名トンネルをはじめ東海道新幹線の整備に活用されたんだ。新仁名トンネルって東京から新幹線に乗って大阪方面へ向かうときに、熱海駅を通過してちょっとしたら入るトンネルのことだよね。あのトンネルは弾丸列車計画のときに途中まで工事をしたやつが、活かされているなんて知らなかったよ。幻になった新線計画二つ目は、成田空港へのアクセス路線になるはずだった成田新幹線だぜ。東京都内と成田空港を結ぶ新幹線計画で、最速達タイプの列車は都内と空港を約30分で結ぶ構想だったんだ。成田エクスプレスやスカイライナーとか、成田空港へのアクセス手段って色々あるけど、新幹線で結ぶ計画があったなんて知らなかったよ。でも、なんで千葉県の成田市に空港を作って、都心を新幹線で結ぶ計画が上がったのかな？それは、羽田空港だけではさばききれなくなったからだぜ。戦後から復興し徐々に経済成長を果たしていた1960年代は航空輸送の需要が増え続け、羽田空港がかなり手狭な感じになっていたんだ。だから政府は需要を分散させるために新たな国際空港を作る方針を決めた。どこに作るか検討した結果千葉県の成田市に建設することになり、都内から空港まで素早く移動できるよう、アクセス路線として新たに高速鉄道の建設する方針も決まったんだぜ。確かに成田空港までちょっと距離があるから、短時間でアクセスできるようにするためには新幹線みたいな高速鉄道が必要だね。成田新幹線は上越新幹線や東北新幹線とともに、全国新幹線鉄道整備法に基づいて整備を進める新幹線路線に指定され、用地買収と建設工事が順次進められたけど、建設の途中で暗礁に乗り上げちゃったんだ。え、何があったの？ミミズカ闘争って知ってるか？成田空港建設にあたって激しい反対運動が行われたんだよね。反対派の活動家と警察双方に死者を出すほどの激しい反対運動が巻き起こったんだけど、成田空港建設反対派の人たちが成田新幹線が新空港の象徴になると捉え、成田新幹線建設にも反対したんだ。さらに成田新幹線が通過する予定だった沿線自治体も、騒音問題や都市開発の観点から多くが建設に反対の姿勢だったこともあって、なかなか用地買収すら進まず、成田空港開港に合わせての開業が難しくなってしまったんだぜ。成田新幹線以外にアクセス路線って建設されていたのかな？それがなかったから早急に別のアクセス路線の準備が必要だということになり、代替案の検討が進められていったんだ。そして成田新幹線の建設工事は、成田空港が開港してから5年経った1983年に全て凍結され、その3年後の1986年には成田新幹線の建設は完全に断念することになったぜ。そっか、用地買収すらままならないならしょうがないよね。用地買収が進んだ場所は工事が進んでいたと思うけど、そういった場所はどうなったのかな？ちょうど国鉄民営化のタイミングと重なったこともあって、路盤工事が終了していた土屋から成田空港に至る約 8.7km の区間は、国鉄が持っていた負債などを清算するために設立された、日本国有鉄道清算事業団が受け継ぐことになったんだ。そして、その設備を有効活用する形で、JR 成田線と京成本線を成田空港まで延伸を行って、
開港から約13年経った1991年にやっと鉄道でのアクセスができるようになったんだ。結構長い間鉄道でアクセスできない期間があったんだね。成田空港へのアクセス路線に紆余曲折があったなんて知らなかったよ。幻の新線計画3つ目は、四国新幹線だぜ。四国にも新幹線計画があったんだね。四国新幹線計画はどんな新線計画なのかな？実は四国新幹線は本州と四国、九州を結ぶ新幹線計画の総称で、正確に言うと大阪を起点に徳島市や高松市、松山市を通って、最終的には九州東端にある大分市まで至る四国新幹線計画と、岡山市を起点に最終的には高知まで至る四国横断新幹線計画2つがあるんだ。どっちの新幹線もあったらすごく便利そうだね。この新幹線計画はどういった経緯で生まれたのかな？1969年に全国に整備する新幹線網の一つとして四国新幹線が示されたのが始まりだぜ。当時は経済成長が著しく高速鉄道網を全国に整備することによって、さらなる発展を目指そうとしていたんだ。その高速鉄道網の一つとして四国新幹線も含まれていて、今後国を挙げて建設を進めていくべき路線の一つとして位置づけられた。だけど今のところ計画段階で止まっているぜ。なんで計画段階で止まっているの？できたら四国の各地へのアクセスがしやすくなりそうなのに。使えるお金は限られているからな。今新幹線は鉄道建設、運輸施設整備支援機構という独立行政法人が建設を行って、建設した線路を JR 各社が借り受け新幹線の運行を行っているんだけど、北陸新幹線や北海道新幹線の延伸が優先事項になっていて、四国新幹線に手を回す余裕はない状態なんだ。あと四国新幹線を建設してもそれに見合う人が利用するのか不透明だから、建設の優先順位が低くなっているぜ。確かに利便性は高そうだけど、利用者は多額のお金をかけて建設するほどの人数は見込めそうにない感じだもんね。将来的にも計画が実現することはないのかな？淡路島と四国を結ぶ大鳴門橋は、将来的に道路の下を新幹線が通れるように設計されているんだけど、そこを活用して自転車専用道を整備する話も地元で出ているから、正直かなり厳しいと思うぜ。そっか、それじゃあしょうがないね。次に紹介する幻の新線計画は維新線だぜ。奈良県五条市にある和歌山線五条駅と、和歌山県新宮市にある紀勢線新宮駅を結ぶ計画だった路線だぜ。あれ？この辺りって結構山がちなエリアじゃなかったっけ？なんでそんな地域に鉄道を建設する計画が上がったのかな？それはこの地域が吉野杉をはじめとした木材の産地であることが大きいぜ。大正時代からこの地域では木材を鉄道で輸送できるよう、活発的に国への陳情が行われていて、その甲斐もあり1922年に新たに建設を行う路線の一つに指定されたんだ。なるほど。人の輸送よりもその地域で生産される木材を輸送するために計画された路線なんだね。ルートの決定で大きく揉めることになったけど、五条駅から現在の五条市大東町坂本に至る区間を坂本線として先行開業させることになり、1939年から本格的に建設工事が始まる。だけど、すぐにこの工事はストップしてしまうんだ。もしかして、戦争の影響かな？その通りだぜ。ただ戦争終結後は復興が優先されたこともあり、五新線のうち先行開業する予定だった坂本線の工事が再開したのは、戦争終結から12年経った1957年のことだったんだ。だけど、工事が再開してすぐまた問題が出てくることになる。せっかく工事が再開したのに、何があったのかすごく気になるよ。地元の一部自治体が鉄道としての開業を認めずバス路線としての開業を求めたんだ。地元の人たちが鉄道を求めてたから鉄道として建設されることになったのに、なんで鉄道ではなくバス路線としての開業を求めたの？それは当時の西吉野村に設置される予定の駅が少なく、バスの方が自由にバス停を設置できて格段に利便性が高いということで、西吉野村は鉄道での開業ではなくバスでの開業を求めたんだぜ。確かに田舎町だとバス路線の方が便利だったりするからね。それで、鉄道とバスどっちで開業することになったのかな？五条から木戸までをとりあえずバス専用路線として開業させて、木戸から坂本の区間が完成したら鉄道に切り替えるという、両方の派閥を立てる形を取ることで解決したんだ。五条から木戸までの専用路線を通る形でバスの運行が始まったんだけど、1979年に木戸から先坂本までの工事予算が凍結されてしまうことになる。そして、国鉄再建法が制定されると維新線全体の計画は凍結されてしまうんだ。バス路線自体は国鉄民営化後 JR 西日本が受け継いで運行を行っていたんだけど、利用者がかなり減少したこともあり、JR 西日本はバス路線の運行から撤退していったんだ。一時期は地元自治体から委託という形で、奈良交通がバス路線を運行していた時もあるんだけど、設備が老朽化したこともあり、専用路線を走るバス路線の運行は完全に終了してしまったんだ。やっぱり地域が地域だけに利用者が少ないから、
老朽化したら改修や建て替えは行わず廃止になっちゃうよね。結局のところ維新線全線開通は夢物語で終わってしまったんだけど、五新線を通るはずだったエリアを旅するなら八木新宮線という路線バスに乗ってほしいぜ。この路線バスは近鉄の大和八木駅と新宮駅を結ぶ路線バスで、日本一長い路線バスという異名を持っているんだ。運行本数が少ないのが難点だけど、主要な観光スポットには全て停車するから観光での利用も少ないぜ。おお、日本一長い路線バス興味があるな。大変そうだけど始発から終点まで一度でいいから勘定してみたいな。幻の新線計画5つ目は、南方貨物線だぜ。南方貨物線は名古屋駅を避けるように貨物列車が名古屋の貨物駅に行けるよう、東海道線から迂回するように建設する計画だった路線なんだ。名古屋版の武蔵野線みたいな感じかな？南方貨物線は旅客輸送は行わない予定だったから、そこは武蔵野線と違う部分だけど、貨物列車がターミナル駅を通らないよう迂回させるための路線という意味では、南方貨物線も武蔵野線も同じだぜ。なるほどね。でも、なんで南方貨物線が必要になったのかな？それは当時の名古屋の貨物駅がすごく特殊な場所にあったからなんだ。現在は再開発されて笹島ライブと呼ばれているエリアが、元々の貨物駅があった場所で、駅の立地の関係上東海道線を走る貨物列車は岐阜方面からしか入れなかったんだ。だから東京方面から来た貨物列車は稲沢操車場まで行って機関車を付け替え、東京方面へ向かうという運転方法を取らないといけなかったんだぜ。それはめんどくさいし効率が悪いね。だから直接駅に入れるようにするために、笠寺駅あたりから分岐して大きく名古屋の街をぐるっと回って、東京方面からも直接駅に入れるように線路を建設する計画だったんだ。1967年に本線から分岐する大工川から順次用地の買収を行い、南方貨物線の建設工事を進めていくんだけど、1971年頃になると一つの問題が出てきたぜ。え、何があったの？新幹線の騒音問題で訴訟になったんだ。それも南方貨物線建設予定地周辺の人たちが声を上げていて、南方貨物線を建設するとさらに騒音問題が悪化するのではという懸念から、南方貨物線の建設に対して反対姿勢だったんだ。住民の理解を得るために騒音対策を行っていくことを説明していくんだけど、なかなか理解を得られず用地買収が進まず工事も完全にストップしてしまったぜ。周辺に住む人たちの声を無視するわけにはいかないからね。それで住民からの理解は得られたのかな？最終的には理解を得られて工事再開に向けて動き出したんだけど、国鉄の財政難や貨物輸送の需要が減ったことで十分な予算を確保できなくなってしまったんだ。そしてその後国は緊急性や必要性のない国鉄関連の工事は全て停止することを決め、南方貨物線も今すぐの整備は必要ないと判断されて再び工事が停止してしまうんだ。一難去ってまた一難だね。途中で工事がストップした状態で国鉄民営化を迎え、途中まで工事が進んでいる南方貨物線をどうするか話し合いが進められるんだけど、結局 JR 東海も JR 貨物も新路線として開業するのは難しいと判断して、すでに完成していた高架橋などは一度も列車が走ることなく解体されたんだぜ。なんかすごくもったいないわね。今はもう以降は何も見れないのかな？東海道線に乗れば簡単に見れるぜ。東海道本線を笠寺駅から大府駅まで乗ると、線路横にあと線路を2本引けるような土地があるんだけど、それはそこに南方貨物線の線路を引くために用意された土地なんだ。特に有効活用されることなく今に至ってるぜ。複々線化するなら活用できそうだけど、名古屋周辺はそれほどの列車本数ないからね。今後もそのままの可能性が高いよね。幻の新線計画6つ目は、京阪電鉄の名古屋延伸計画だぜ。京阪電鉄って大阪と京都、滋賀を結ぶ路線を持つ鉄道会社だよね。名古屋まで路線を伸ばす計画があったの？名古屋延伸計画は戦前に持ち上がった計画なんだけど、当時はまだ新幹線もなく、大阪と名古屋を高速で移動できる路線を建設すれば優位に経営ができるとして、大阪と名古屋を結ぶ高速路線を建設する計画がいくつかの私鉄会社から持ち上がったんだ。京阪電鉄も名古屋急行電鉄という子会社を作り名古屋延伸に向けて動いていくぜ。結構本気だったんだね。でも、なんで名古屋延伸は叶わなかったのかな？それは世界恐慌の影響を受けて京阪グループの負債が膨大な額になってしまって、新線建設のための予算を捻出できなくなってしまったんだ。その後取得した敷設免許が失効してしまって、名古屋延伸計画は諦めなければいけなかったんだぜ。もし、京阪が名古屋まで延伸できていたらどうなっていたのかすごく気になるな。次に紹介する幻の新線計画は羽田成田リニア新線だぜ。羽田空港と成田空港を結ぶように地下トンネルを掘って、リニアモーターカーを走らせて2つの空港を15分で結ぶという計画なんだ。国内線の発着は羽田空港が多くて、国際線の発着は成田空港の方が多いから、
意外と成田空港と羽田空港の間を移動する需要はあると思うから、実現したらかなり便利な路線になるよね。試算では建設費として1兆3000億円かかると言われているんだけど、その代わり約2兆9000億円の経済波及効果があると言われているぜ。2兆円。かなりの経済効果が得られそうならすぐにでも事業化すればいいのに、何か実現に向けてネックになるようなことがあるのかな？やはり1兆円以上の建設費がネックになっているんだ。2兆円以上の経済効果を期待できても、やっぱり1兆円以上かかる建設費はおいそれと出せるような金額じゃないぜ。現状羽田空港と成田空港の間を移動する人は年間110万人程度で、この20倍以上の需要がないと採算取れない路線計画とも言われている。だから将来的にこの計画が実現する可能性もかなり低いと思う。そっか、実現したら羽田と成田の移動が楽になりそうなだけに残念だな。幻の新線計画の中には第二の山手線と呼ばれていた計画もあるぜ。山手線の代名詞とも言える環状運転は大正14年、1925年から行われていますが、それと同じタイミングで私鉄によって、山手線の外側に環状鉄道を建設しようという動きが生まれたんだ。へえ、昔山手線の外側を環状運転する路線を建設する計画があったんだね。そこで名乗りを上げたのは東京山手急行電鉄という会社で、それまで鉄道の建設や運行を行ったことのない会社だったぜ。紆余曲折ありながらも1927年に建設に向けて免許が交付されたんだけど、当時昭和恐慌の余波を受けて建設する資金がなく、結局第二の山手線の建設は断念されたんだ。お金がないと建設できないもんね。結構昔って無謀な開発計画が多い気がするよ。確かにそうだな。大正から昭和にかけてのまだまだ日本の鉄道網が完成しきっていない時代は、実現可能かどうかは無視して考えたと思われる鉄道計画がたくさん発案されているぜ。でも、そういう計画案って結構ロマンがあったりして私は好きだけどね。名勝線の名張延伸も幻の新線計画の一つだぜ。名勝線って三重県にある松坂駅と伊勢奥津駅を結ぶローカル線だよね。名張まで延伸する計画なんてあったの？実は、名勝線ってそもそも名張と松坂を結ぶ路線として計画されていたんだ。だから名張と松坂の漢字を一文字ずつ取って名勝線って路線名になった経緯がある。名勝線の路線名の由来ってそこから来てるんだ。全然知らなかったよ。でも、なんで今の名勝線は伊勢奥津駅までしか行かないのかな？国鉄が名勝線を全線開通させる前に、近鉄の前身会社の一つである三宮急行電鉄が松坂と名張を結ぶ路線を開通させたからだぜ。松坂から名張方面へ鉄道で移動できるルートができたことで、国鉄が名勝線を名張まで建設して運行を行う意味がなくなってしまったんだ。その段階で松坂駅から伊勢奥津駅まで建設進んでいたことから、その区間だけで開業することにして今に至る感じだぜ。名勝線って山と山の間にある少ない平らな土地を縫うように建設されているから、建設に莫大な費用がかかることを考えたら断念したのも納得できるかな。今後名勝線が名張まで延伸する可能性は一切ないのかな？可能性はゼロじゃないけど、正直言って名張延伸の可能性はかなり低いぜ。2019年に台風19号によって名勝線は被災して長期間不通になったんだけど、JR 東海は特に被害が大きかった。八代駅から伊勢奥津駅までの区間を廃線にしてバス輸送に転換する方針だった。だけど地元自治体の存続の強い要望があり、地元自治体が支援を行っていくことで名勝線の全線復旧が決まった経緯があるんだ。そういうことを考えると JR 東海としては積極的に延伸を行うとは考えられないぜ。利用者もかなり少ないだろうからね。確かに JR 東海が名張まで名勝線を延伸させるメリットは一切ないから、今後名勝線を名張まで延伸させることはないだろうね。最後に紹介する幻の新線計画は国鉄中津川線だぜ。長野県の伊那地方と中京圏を結ぶことを目的に、飯田線の飯田駅と中央本線の中津川駅を結ぶ計画だった路線なんだ。飯田から名古屋方面に鉄道で向かう場合一度豊橋まで出ないといけないから、国鉄中津川線が完成していたら、伊那地方と名古屋周辺の行き来がかなり楽になっていたかもしれないね。でも、なんで国鉄中津川線は実現しなかったのかな？建設予算が足りなかったのが大きな理由だな。1967年頃から本格的に工事が始まるんだけど、中津川線以外の建設中の路線に対して優先的に予算が使われていたんだ。だからなかなか建設が進まなかった。そういう状態が続く中、国鉄の民営化が決まり、中津川線建設のための予算計上が凍結されて、
最終的には中津川線の計画は頓挫してしまったんだぜ。国鉄のごたごたに巻き込まれた結果、中津川線は完成することなく工事途中で計画が頓挫してしまったんだね。中央自動車道の開通や中央新幹線建設の機運が高まり、地元自治体が中津川線開通にかける熱意が薄れてしまったのも大きいな。まあ、それでもやはり当時の国鉄の無計画な開発計画が原因で、中津川線が完成することなく計画が頓挫したことは変わりはないぜ。やっぱりどんなことも計画的に進めていかないといけないんだね。今回は幻に終わってしまった新線計画を10個解説してきたけど、霊夢は解説を聞いてどう思ったかな。時代の波に飲まれてしまって実現しなかった計画もあったけど、やっぱり実現性を無視した無理な新線計画も多かった印象かな。鉄道の建設には莫大な費用がかかるから、ちゃんと計画的に進めないといけないんだなって思ったよ。そうだな、何事も計画的に進めていくのが一番だぜ。それじゃあ今回の動画はこれで終わりだぜ。ぜひチャンネル登録と動画の高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は大阪モノレールについて徹底解説するぜ。え？大阪にはモノレールが走ってるの？そうだ、大阪モノレールは日本一長いモノレールだぜ。しかもさらに延伸することが決まっている。日本一長いモノレールがさらに伸びるのね。もはや日本モノレール界最強じゃん。もっと詳しく知りたいわ。それでは早速行ってみよう。レッツゴー。1990年、大阪にモノレールが誕生した。大阪府豊中市にある千里中央駅と大阪府茨城市にある南茨城駅との間、およそ 6.7km を結ぶ路線として開業した。開業してからおよそ30年ほど経つのね。その後5度にわたって延伸を行い、現在では大阪空港駅から門真市駅までを結ぶ、大阪モノレール線、通称本線と万博記念公園駅と西都西駅とを結ぶ、国際文化公園都市モノレール線、通称西都線の2路線を走らせているぜ。本線と西都線を合わせた営業距離は 28km に達し、モノレールとしては日本一の長さだ。かつてはモノレール営業距離世界一のギネス記録に認定されたこともある。ちなみに現在の世界一は中国の重慶を走るモノレールで、総延長 98.3km だ。うわ、やっぱり中国は規模が違うね。大阪モノレールはどんな会社が運営しているの？大阪府がおよそ 65% を出資している大阪モノレール株式会社が運営している。設立当初は大阪高速鉄道株式会社という社名だったが、2020年、開業30年を機に大阪モノレール株式会社という社名に変更した。いわゆる第三セクターなんだね。いくつかの銀行が出資しているほか、阪急、京阪、そして近鉄もそれぞれ出資しているぜ。ところでそもそもどうしてモノレールを作ろうとしたのかしら？大阪では市内中心部に向けてたくさんの鉄道が作られてきたが、それらの路線同士を環状につなぐ路線がほとんど存在していなかった。確かに関西の大手私鉄を見ても、大阪市内中心部に向かう路線ばかりだわね。このままだと市内中心部がますます混雑していくことが予想された。というのも周辺都市間を移動しようとするたびに、一度市内中心部を経由しなければいけないからな。別に用事がなくても一度市内中心部まで行き、そこで乗り換えないといけないってことね。そこで市内中心部から放射状に伸びている各路線と接続し、周辺都市間の移動の利便性を図るために建設されたのが大阪モノレールだ。実はこうした構想は1960年代後半からすでに検討されていたんだ。時は大阪万博開催直前、まさに高度経済成長真っただ中、人口が爆発的に増加していた時代だ。この時から都心部の混雑感は、一極集中ではなく、多極的な都市構造の形成などが議論されていたんだ。随分と昔から考えられていたんだね。一方で、こうした環状路線は一般的な鉄道車両を運行させなければいけないほどの、需要が見込めないことも想定されていた。そこで採用されたのがモノレールというわけだ。どうしてモノレールなの？鉄道ほど大量輸送力の必要性はなかった。とはいえ、バスや路面電車の輸送力では需要に対応しきれるか不安が残る。そこでモノレールという案が浮上した。モノレールならばバスや路面電車以上の輸送力を持ち、かつ専用の高架レールを走るため定時性が確保されること。踏切もないため安全性が高いという利点もあった。またモノレールの場合、線路に当たる桁や支柱、そして駅舎などを道路施設の一部とみなし、国や自治体の道路整備費用で建設することができた。つまり、運営会社の負担を減らせるというメリットがあったんだ。となるとモノレールっていう選択ぴったりじゃない。こうした議論が交わされた後、1982年、いよいよ大阪モノレールの建設工事が始まり、1985年にはようやく千里中央駅に最初の軌道桁が仮設されることになる。軌道桁とは？いわば、モノレールのレールのことだ。大阪モノレールで採用された軌道桁は鋼製ではなく、PC、プレスとコンクリート製だ。その PC 軌道桁は複雑な形状で鋼製度を要求されることから、1本目の PC 軌道桁が製作されるまでに大変な試行錯誤が繰り返されたという。大変だったのね。
続いて1988年より車両の試運転が始まる。この時、大阪モノレール初の車両となる線形06編成が登場。本線工事進捗に合わせて試運転が繰り返されていくんだ。この線形06編成は2021年まで実に33年間もの長きにわたり走り続け、大阪モノレール最年長車両となった。大阪モノレール誕生を知る貴重な車両だね。ちなみに大阪モノレールの車両といえばラッピング車両が有名だ。大阪モノレールは市街地の幹線道路上空を走ることから、多くの人の目を引くことができた。車体にシール塗装を施した車体広告列車がこれまで数多く走ってきたぜ。例えばどんな広告列車が走っていたの？ニックン&セイちゃん号はアイスクリームで有名な日清株式会社のラッピング車両だ。あら、可愛らしい。日清は茨城市に本拠を構える会社だぜ。チキンラーメン号というラッピング車両も走っていた。チキンラーメンといえば日清食品だね。日清食品はもともと大阪発祥の会社だぜ。また興味深いところでは京急豪遊号という、ラッピング車両が走っている。京急？そう、広告主は京浜急行電鉄だぜ。京急の代表的な車両2100型と同様のカラーリングのラッピングを施し、羽田空港と東京都心を結ぶ京急空港線をアピールしている車両だ。鉄道会社が他社の鉄道会社の広告を出すなんてなんだか面白いわね。かつては阪急電車カラーのラッピング車両も走っていたこともある。また企業の他にも自治体や病院、学校などのラッピング車両も登場してきたぜ。見るだけで楽しめるね。ところで、ふと思ったんだけど、モノレールの車両にはどんな車輪がついているのかしら？モノレール車両にはゴムタイヤがついているんだ。一つの台車に走行輪が4輪、案内輪が4輪、そして安定輪が2輪あり、その台車が1両につき前後2つついている。ということは、一つの台車にタイヤが全部で10輪あって、その台車が1車両につき2つあるから、一つの車両に20輪ものタイヤがついているのね。外からは見えないから驚きだわ。途中でラッピング車両の話が入り、モノレールの建設工事の話が途中となったが、工事着工からおよそ8年、千里中央駅、南茨城駅間がいよいよ開業することになる。待ちに待ったモノレールの完成だね。1990年、大阪モノレール最初の区間である千里中央駅、南茨城駅間が開業だ。待ってました。でも開業以来順調に利用者数は増えていったのかしら？開業当初にできた駅は5駅。千里中央駅、山田駅、万博記念公園駅、宇野部駅そして南茨城駅だ。確かに5駅のうち千里中央駅、山田駅、南茨城駅の3駅が、大阪メトロ御堂筋線直通北大阪急行線そして阪急千里線、阪急京都線とそれぞれ接続し、環状路線としての機能を果たすようになる。しかし、それだけではまだまだ利用客は限定的であったこともあり、赤字に苦しんでいたぜ。当時の大阪モノレールにとっての頼みの綱は、万博公園にあった遊園地エキスポランドの、利用者、そしてガンバ大阪主催試合が行われた万博記念競技場への観客ぐらいだったんだ。でも、その後大阪モノレールは延伸していくのよね。そうだ。1997年大阪空港駅から門真市まで結ばれることにより、大阪モノレールは大きく変わっていくことになる。まずは空港アクセス線としての役割を担うようになったこと。そして門真市駅への延伸を果たし京阪電鉄と結ばれることにより、今まで以上に利便性が向上していった。こうしてこれまでの土日行楽客やイベント客頼みの経営から、空港利用者そして平日の通勤通学客と利用者層を増やすことに成功し、大阪モノレールは黒字経営となるんだ。環状路線として、最終的にはいくつの他社路線と接続するようになったのかしら？蛍ヶ池駅で阪急宝塚線、千里中央駅で北大阪急行直通大阪メトロ御堂筋線、山田駅で阪急千里線、南茨城駅で阪急京都線、大日駅で大阪メトロ谷町線、門真市で京阪本線とそれぞれ接続している。うわ、6路線ともつながっているのね、すごいわ。ただ路線が交差しているにもかかわらず、接続していない鉄道会社が1社だけあるんだ。あら、それはどの鉄道会社かしら？ JR だ。宇野部駅、南茨城駅間で大阪モノレールは JR 京都線の上を通るが、接続はしていない。大阪モノレールの建設が決まった際、当時の国鉄に乗り換え用の駅を新設するか、既存の茨城駅を移転するよう要請したが、財政事情が厳しかったこともあり、受け入れられなかったんだ。実は大阪モノレール宇野部駅は、開業当初茨城駅と名付けられていたため、JR 茨城駅と乗り換えできると勘違いする乗客がたくさんいたそうだ。それは大変だわ。そこで大阪空港駅への延伸時に、現在の宇野部駅という駅名に改称されたという経緯がある。実際宇野部駅から JR 茨城駅まで、歩けば20分ほどかかる。さすがにそれは乗り換え駅とは言えないわね。大阪モノレールではその後新しい路線が開業する。それが西都線だ。1998年、万博記念公園駅から阪大病院前まで延伸。そして2007年には阪大病院前から西都西駅まで延伸し現在の西都線となる。西都線はどうして作られたの？
主に茨城市北部で開発されていた国際文化公園都市というニュータウンへのアクセス線として建設されたんだ。ということは、環状線という役割を担っているわけではないのね。あくまでニュータウンへのアクセス線だ。サイト線はさらに東部地区への延伸も予定されていたが、採算が取れないとして計画は断念。しかしその一方で本線で延伸が進められることになる。次はその本線延伸プロジェクトについて見ていこう。いよいよ今日の動画の本題だね。お願いします。現在、大阪モノレール本線は門真市駅から東大阪市の雄道駅までの延伸工事が行われている。開業は2029年。延伸したらどうなるの？延伸することによって、新たに大阪メトロ長堀鶴見緑地線、JR 学研都市線、近鉄京阪奈線、近鉄奈良線と接続することになる。現在の営業区間と合わせると在来鉄道10路線と接続することになるぜ。ますます便利になるね。どんな駅ができるのかしら？松尾峡駅、門真南駅、鴻池新田駅、荒本駅、そして瓜生駅の5駅が新設される。一駅ずつ見ていこう。延伸区間一駅目は松尾峡駅。この駅は、門真市駅からおよそ800メートルの距離しか離れていないところにできるんだ。他路線との接続はない。そもそも延伸計画当初は建設予定にはなかったのだが、門真市と森口市の要望により加えられた新駅なんだ。この駅には何があるのかしら？もともとパナソニックの生産拠点があったところだ。現在、その跡地にはララポート門真、三井アウトレットパーク大阪門真がある。コストコ大阪門真倉庫店も2023年8月にオープンだ。うわ、楽しそう。これだけ大きな商業施設があるならば、やっぱり最寄り駅となる駅も欲しいわね。続いて門真南駅は、大阪メトロ長堀鶴見緑地線との接続駅となる。すぐ近くに大阪府立門真スポーツセンターがあるぜ。以前は波早ドームという愛称がついていたが、現在は門真市に本社を置く東和薬品が命名権を取得。東和薬品ラクタブドームという愛称が用いられている。毎年冬にはフィギュアスケートの国際大会が開かれている会場だ。あの羽生結弦選手も何度もやってきてるぜ。うわ、羽生選手、一度演技を生で見てみたいね。次は鴻池新田駅だ。この駅から大阪モノレールは東大阪市に入るんだ。この駅では JR 学研都市線と接続する。あれ？ JR との乗り換え駅は初めてじゃない？そうだ、JR 学研都市線は JR 東西線に直通し、北新地など大阪市中心部、さらには兵庫県尼崎まで走っている路線だ。一気に便利になりそうだね。延伸区間4駅目は荒本駅だ。東大阪市役所や大阪府立中央図書館のある駅だ。この駅で近鉄京阪奈線と接続するぜ。近鉄京阪奈線はどんな路線なの？東大阪市と奈良市を結ぶ路線だ。大阪メトロ中央線と相互直通運転を行い、本町などのビジネス街へもつながっている。そんな大阪メトロ中央線は2025年開催の大阪万博会場となる夢島への延伸工事が行われているぜ。2025年に大阪万博が開催されるのね。2029年完成予定の大阪モノレール延伸は、大阪万博の開催には間に合わないけどな。ちょっぴり残念。さて、延伸区間5駅目は瓜生駅だ。瓜生というのはこの辺りの地名だ。近鉄奈良線との接続が予定されている。予定されているってどういうこと？今回の大阪モノレールの延伸に合わせて、近鉄奈良線も瓜生駅を新設するんだ。近鉄奈良線は難波など大阪のいわゆる南と言われる繁華街にアクセスできる路線だぜ。また瓜生駅の北側には新たに車両基地も作られる。現在大阪モノレールの車両基地は、万博記念公園駅西側にある万博車両基地一つだけだ。この万博車両基地一つだけで本線とサイト線の全車両の面倒を見ているんだ。延伸することによって車両基地が一つで渡りないため、今回新設するに至っている。延伸によって車両も増えるからだね。こうして今回の延伸によって、東大阪市内には新たに3駅が誕生することになる。これまで東大阪市内には大阪と奈良を結ぶ東西の路線しかなかった。そこに南北に走る路線が誕生し、いずれも他社線との乗り換え駅ができる。となると東大阪市にとっては大きな期待が持てるだろう。それは楽しみだね。それで工事は順調なのかしら？大阪府が市中や駅舎などのインフラ部分の建設を担当し、大阪モノレールが、車両や電力、信号設備、駅務機器、そして車両基地などの建設工事を担当だ。現在、コンクリート橋脚が続々と出来上がっているぜ。うわ、これだけだとすごい光景だね。また瓜生車両基地建設も進められている。プロジェクト全体では、詳細設計から実際の工事に至るまでおよそ29もの施工業者と、コンサルタントが同時進行で動いているぜ。うわ、どれだけ大きなプロジェクトなのかがわかるね。完成が待ち遠しいわ。延伸プロジェクト進行中、大阪モノレールを徹底解説、どうだった？大阪モノレールのことがよくわかったし、延伸プロジェクトはワクワクしかないわね。この延伸の成果が良ければさらに南に伸びて堺市まで到達するかもしれないな。まだまだ何十年も先の話かもしれないが、
今度大阪に行った時はぜひモノレールに乗ってみなくちゃ。いいね。視聴者の皆さんの中で、大阪モノレールに乗ったことがある方は、感想などをぜひコメント欄で教えてください。コメントお待ちしています。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。